私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。大野智がすっかり隠居モードで嵐の活動再開いつに、公開中ライブ映画も逆効果。活動休止中の嵐の動向が注目を集めている。今年は櫻井翔、相葉雅紀が2人同時に結婚。二宮和也は YouTube 公式チャンネルジャニのチャンネルをはじめ、松本潤は2023年の大河ドラマに主演することが発表された。そんな中で鳴りを潜めているのが大野智。東京五輪で水泳の大橋悠依選手が二冠を達成した際、櫻井を通じてコメントを発表したが、表舞台には一切出てきていない。大野を知る芸能関係者は近況について以前通っていた宮古島への移住説もありましたが、その気配はない。週刊誌で交際が報じられた女性ともこれといった進展はしていないそうです。あるのは、犬の散歩の目撃情報くらいと話す。嵐はグループ25周年の節目である2023年の活動再開も噂されているが、前出の関係者はそれこそ大野次第。本人がやろうとなればいいのですが。現在公開中のライブ映画嵐アニバーサリーツアー 5×20 フィルムレコードオブメモリーズが足かせになっているという話もある。同映画はすでに動員100万人を超えるヒットを記録しているが、映っているのは絶頂期の嵐です。復活するタイミングではどうしても、それより劣りますから、無様な姿は見せたくないという思いも出てくる、音楽関係者。とりわけ大野は芸能界を離れており、心身を鼓舞するには時間がかかる。すっかり隠居モードの大野だが、どこでスイッチが入るか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。